酒田に囲まれている長島の城と信政を救う飛び出す山砦へ攻め勝てよ。トラマツ、九代の方々の言うことをよく聞いてですね。母上、ご心配には及びません。それと幼名呼びはそろそろやめてください。俺に傷一つ残せない。最善を尽くしたまでは。最後！よし、飛び出す山砦への道は開けた。みんなわしに続け！坂井殿、先陣を切ってもいいですか。徳川のため最善を尽くさねばなりませんので。でもわしに続けって言ったよね。南に兵が集中し、織田本陣周辺が手薄、馬防柵があるとはいえ心配ですね。武田騎馬隊は不滅、馬防柵を突破し信長を撃て。徳川軍は長篠城に抱えきり、織田本陣は手薄ぞ。でしょうか。打ち取った。そのまま長篠城へ向かうのだ。かかったな。勝つよ。しまった、まだ鉄砲隊を隠していたか。信長様はわざと本陣を手薄にした。武田の残存兵力を誘い殲滅するため。臆するな。山形正景と赤染め、これにあり。再び策を蹴倒す。信長の首をかっ切れ。なぜ死に急ぐ。巨大の方々、俺に続いてください。なあ、お前、ちょっとで気を狂って。
わしらとてちゃんと働いておるわ。そう怒るな。昔の我らもそうだった。若く一途でどうしようもなく青い敵将討ち取った。最善を尽くしたまで。最善を尽くしたまで。篠城の結構硬いね。なら城主の奥平さんを討ち勝たせてもらいます。いただきますよ。開門。みすみす兵糧を渡してなるものか。わし自ら侵入者を撃ってくれるわ。古き者の不どもよ、生き古き時代と共に。無駄死にという人もいるかもしれない。だが、これが武田のための最善だった。馬防柵と鉄砲の力がこれほどとは。もはや我らに勝つ手立ては。勝頼様、最後まで諦めてはなりません。私が敵婦人の穴をついてみせます。ではなく奥側を狙ってくるとは。かっこ撃
拒し、戦況を変えるつもりか。抗うか、無価値。織田本陣へ突撃する。父の仇、今こそ撃たん。武田武者よ、無謀なれば心が熱くなる。押し通す。あなたは手前、簡単を禁じ得ません。急げ。譲れぬものがこの俺にもあるんでね。出過ぎておる。検証するのだ。最善を尽くしたまで。敵軍師の企み、粉砕されて何より。その油断なくやれるなら、それもよかろう。貴様ら程度では俺に傷一つ残せない。参るか、どこも知らずめ。モノノフの魂、この槍にて貫かん。ユーテは狭間です。新入りなんです。普代の方々に反発しては立場が。戦に普代も狭間も関係ありません。違いますか、母上。いや、その正論なんですけど。その冷たい視線が痛い。ナオマさん、今日もまた頑張っておるな。お主の働き、嬉しく思うぞ。家康様、ありがたき幸せ。これからも最善を尽くせるよう精進します。うん、頼もしき若武者よ。敵将を討ち取った。危ないところであった。真田、侮れぬな。信長を討たば戦はひっくり返る。武田の意地見せようぞ。存
同票の処理に不大の方々に力は及びません。俺一人で十分です。ナオマスは確かに強い。ナオスも知らない。そして頼ることも知らない。一人で突っ込んだ新入り、戦場では何が起こるかわからん。何ですかいきなり。ちゃんと結果は残しましたよ。柱となろう。見事な手前、簡単を禁じ得ますよ。俺が天下にそうか、当然だな。全を尽くしたまでだ。
もはや武田の敗北は必至。分散して逃げ延び再起を図ろうぞ。開門。主のために最善を尽くさず逃げるだ。ダメだ、ダメすぎる。もはや我が将兵に戦意なしか。だがこの勝頼は最後まで戦おう。なんという強さよ。見事徳川の前方に直政ありよ。という強さよ。見事。皆大義、これで武田も終わりぞ。武田武者の戦いぶりは実に見事だった。それに比べて徳川譜代家臣はどうだ。